型破りセカンドシーズン。コーニバルラッキーは直撃です。3波やっぱ海相性いいっすよ。ロックふざけんなマジで。ラッシュやりたいです。エンジンさせてください。もう分かんないや、何枚目でしたっけ。9枚目だ。はぁ、朝だー。めっちゃ良さそうです。ごめんなさい。ブラックスペシャルはどこでしょう。あ、枠ピンクだった。びっくりした。いないかと思った。はい、行きましょう。ミブラックスペシャル、おはようございます。スロパチステーションのジャニアンです。はい、やってまいりました。怪奇力第3話目というわけで、地方はですね、中国地方の岡山県に来ております。怪奇力って言ってるのにね、あのジャグラービールの前で撮ってるんですけど、あのお店の中いてるところビールはってジャグラー強いのかなって思いました。はい、でね、あの入場シーン使われてるか分かんないんですけど、ピンク色の浮き海の筐体のあのマリンシェルクとピンクの方に今回の近江4のスペシャルブラックが入ってて、あの僕ら丁寧に2周しましたよね。これないんじゃないって。で今回の、まあ、目標なんですけど、とりあえず勝ちたい、そろそろ進みたい、もうこの2個で、演出面に関しては新演出がいくつか入ってるので、まあ、後々ご紹介をするんですけど、そっちをしっかり出すっていうのが目標です。で、まあ、内容はまだ知らないですけど、ウミンゴが来ると思うので、まあ、ライトミドルなんで今回は、いや一応もライトミドルか。はい、そしてこの怪奇力の目的っていうのが北海道を目指すっていうのが目標で、で、あのジャパンみたくすごろく形式になってて、あのいろんな出玉だったりとかビンゴを駆使して頑張ってビタ止まりで北海道に行くっていうのが目標なんですけど、まあ、ビンゴで、まあ、うまくいったら、あの、まあ、豪華賞品がついてくるよみたいな感じなんですけど、1話で獲得したのが豪華客室露天風呂付き宿で、2話目がせっかく北海道行くのに何の君でしたっけ、ナマコとかわかんないけど、ナマコないか北海道とかなんで、まあ、今回何かわかんないんですけど、まあ、それもちゃんとグレードのいいのを取りたいと思います。今回あのご協力いただいた店舗さんがですね、岡山県にありますウィング水島店さんです。本当にご協力ありがとうございます。いい店場頑張って作りたいと思います。それではウィング水島店さんで大井物語4スペシャルブラックと一緒に片破り、片破りセカンドシーズン。さあ行きましょう。おはようございます。スロバンテステーションのジャンジャンです。始まりました、怪奇力セカンドシーズン3話目というわけで、100突 ST で帰ってきました。初代のブラックを継承してます。まあここまでマイナスが続いてる怪奇力なんで、今日こそはプラスで終わりたいと思います。じゃあ今回ブラックまずスペックから行こうかなと思うんですけど、199分の1のライトミドルタイプになってます。で 100% 突入の ST タイプになってます。で継続率が 72% で、振り分けが10ラウンドが 30%、 5ラウンドが 30%、 3ラウンドが 40% になってます。であとは新演出もいくつか入ってて、通常だとあの点滅保留が入りましたね。で新ライトとかは解析出てないんですけど、まあ、過去作の近江3とマリンちゃん保留があったんですけど、それを参照すると大体 30% かなと思ってます。あと外国船長クラッシュ、あのノーマルリーチとスーパーリーチであの通り過ぎたり、あのノーマルだったり7図柄で止まらなかったりとか、そういうことが起きるとクラッシュしてくれます。でこのスペシャルのブラックになってから、まあ、前回の近江4のブラックとは変わった点としては、あの通常がないのでとりあえず100突なんで当たれば ST スタートです。でいいなと思ったのが発光保留なんですよね。だからただでさえ消化効率がいいのに、しかも199で発光保留っていうのは結構武器になると思います。まあ、回転率が取れなければあのお金を早く入れちゃうことになるんですけど、そこそこ取れてるのであれば発光保留は武器になります。でいろんなところからそれっぽい演出を持ってきてて、ジャパンから高滑りで今回シャチ滑りってあるんですよとか、あの人気だった演出をちょっと形を変えていろいろ入れてきてます。でウミンゴね、今回は上段から魚群3回出現で初当たり3回、
で10ラウンド3連続で中断、サイレントゲージ発生、平均年齢の3連を超えてください。でカウントダウンゾーンでの当選で下段プレミア検出で点滅保留出現で3度からウミガメで当てろ。甘めっちゃ甘めに見えるんですけど、10ラウンド3連続とプレミア検出とカウントダウンゾーンが肝かも。10ラウンド3回は難しいけど出たらウハウハ、これ出たら結構今日いけるかもしれないですね。で今回このウミンゴの報酬が1ラン以下だとトラック、これ移動手段ですね。今回2ライン以下特別おもてなし車、へえ、リムジンかな。3ライン以下が特別おもてなしプラスガチャというわけで、まあ目指すは3ラインなの。トラック移動は嫌ですね。北海道道あの長いからちょっと快適に行きたいので、これは絶対1ライン以下やめましょう。トラック運転できない。はい、2トントラック免許持ってないよ。え、そうなの、2トントラック。え、どれ、準中型に入るってことですか。へえ、おお、びっくりした。え、1,2,3,4 止まりました今、ごめんなさい。チャンス、ラブリーはいない。ウリ落として落として落として、なっちゃいなっちゃいなっちゃい。6は気持ちいい。早かった、49回転やった、しかもソンジョン。いやこれいいよ、ミッション最先いいぞこれ。ウミングクリア1個、あ、来ましたね。というわけで1番そのラウンドは指定です。お、マックス。え、こっからさ2連続10ラウンドだったら開くよね。イエーイ、いきなり10ラウンド取れましたね。やった、ごめんなさい、ちょっとあのカメラマンの面会書見てたら画面見てなかった。これ一発目からのグレートラッキーはかなり幸先がいい。演出見たかったのまあこれなんですけどね。はい、ではここから SC です。スーパーチャンスで今回、まあ、ブラックパールゾーン、いつもの ST ゾーン、カウントダウンゾーン、この流れは変わらないです。で今回のまず新しい新機能がこのブラックパールゾーンがこの真ん中の丸ポチを押したら予告ありかなしか選べるようになってます。で今回はありでいきます。で今回の新演出であのシャチ滑りっていうのが出てきているので、煽る直前にシャチがポンって出てきてくれたらジャパンでいうあの高滑りみたいな演出が起きます。で新ライド出てないですけどジャパンを参考にするならシングルラインでのシャチ滑りが 50%、 ダブルラインで起きた場合 90% ぐらいだと思います。で他はダブルラインは熱いんですけどシングルの場合は通常とかよりも各辺とかの方が熱いですね。前作だとのブラックだと奇数の煽りだけで一応 30% ありますと、まあそんな感じですね。で先に分かりたい方は上段だからか止まって下段の前にあの音量ボタンの真ん中の赤ポチを押したらあのパールフラッシュ光ってくれますんで、先に分かりたい方はそれやってみてください。抜けちゃいました。なんでここいつもの SC ですね。まあ、なんといってもねチャンス目なんでラグモードはチャンス目、2連続3連続からの行軍で仕留めるのがまあ王道ルートかな。 ST 継続率は 72% ですね。初代ブラック 74.5 に対してちょっと落ちてます。行軍同じく行軍でパッチ通してクマの実くれば、あー黄色だ、オレンジのクマの実だったら当たりだったんですけど一応魚群です。 OK10 ラウンドだったらいいんだけどな。タッチ、あ、2か、あれ閉まる扉も銅、銀、金ってあるんで金だったら10ラウンドで銀だったら7ラウンド以上ですね。あ、5ラウンド以上だ、5ラウンド以上です。金魚群、うー、ない。
ここで当てないですよね。あ、パクパク4つですね。貝殻4つ。これ5つだったら熱いですね。ボタン完成して押してピカーンと光ってくれたら当たりですよ。定数貝殻が何個あるかによって鮮度が変わりますね。4、5、6の順に熱いです。だから曲変わりましたよね、BGM。なんかすごい明るくなった。はい、チャンス目。文字が出るなら、ブラックが熱い、チャンスより。連続だとチャンスが出たら37パー、ブラック出たら73パー、ゲーが出たら大当たりです。おー、当たった。ハレルヤ、ナイス。まあ、普通にテンパして、普通にこれノーマルルートですね。お、銀。なんでこれは5ラウンド以上。1、OK。あ、ロングヘンドいいですよ。行軍はこの泡、大泡でもない、欲しい。ノーマルでいいよ。 S1 はね、ノーマルリーチが厚いんで泡だった場合、あ、でもウィークした。これチャンスパターンです。40%あります。キュイン。あ、でも燃えてないからきついかな。あ、ダメだ、過ぎちゃえ。あ、過ぎたら骸骨戦勝チャンス。あ、リーチ。おー、魚群、野良魚群、音符。押しちゃおう、裏ボタン。熊の実。あ、OK、 今来たんで、これ大手濃厚ボタンですね。ありがとうございます、カメゲット。これボタンここで10回押すと裏曲解放で、あのウリンちゃんの夢の中のストーリー展開の曲ですね。これ好きなんですよね。はい、これであの真ん中のライン開きましたね。平気レンちゃん超えました。なんかさ、久しぶりにさ、階級6いい展開かもですね。最近ひどい展開多かったんで、やっとなんかあのファーストシーズンみたいな階級力できそう。ルパちゃん、そういえば魚群の出現回数もあれか、3回魚群出したら開くんですよね。そういえばで、ここで当ててミッションも開くんですけど、ここでさらに魚群が出れば2枚抜きです。で、ここはあのイルカが出たりクラゲが出たりするんですけど、魚群の応援室はイルカが出て鳴いてくれることと、クラゲが合体してくれたら魚群の応援になります。イルカ、オッケー、リーチ。いるか、泣けばいい、泣けばいい。あ、泣かなかった。魚群が出ないわけでもない。泡だ。歴代ここのステージは意外と泡でも当たる。エンゼルフィッシュ、過ぎないよね。実は次の1回転も安いです。ここリーチ戦、リーチ戦率で当たり。あ、惜しい。4連でも朝一の出玉としては十分ですね。持ち玉2982個、上当たり中下約3000バトです。順調っすね。カテフリーセカンドシーズン、サイレント記事を出すためにカスタムしようと思います。で、魚群は3回出ればいいのでって考えたら、魚群は出した方がいいから 50% にしとこう。で、この全長を少なめにしたら、全あのラグモード除く3つのモードでもチャンス目、あのバラケ目の形が揃ってもあのスーパー濃厚になります。で、ブルブルチェンジを出現しないにすると、その代わりにサイレントゲージが出現するようになります。ちょっと気持ちいいからあれにしよう、一発ずつ 100% にしよう。アトランティスは、まあ、ここ 100にしといたら、あのどこで鳴るかって一番多いのが、本当に図が止まるときに鳴るんで、なんか鳴らないから当たんないよねって見るよりかは、最後の最後鳴ってほしいねって気持ちで見てれば大丈夫です。リーチで、イルカは一回助走をつけて戻らなかったら 50% あります。で、イルカのボタンを押すとアクションするんですけど、まあ、鳴いたらスーパーなんですよね。でさ、このアクションをただ見ちゃうと、あの一直線で行ったかどうかのジャッジができなくなるので、そっちのジャッジを見たい方はボタンは押さない方がいいと思うんです。
で、ちなみにこのスーパー発展時はおなじみなんですけど、イルカがデフォルトです。で、シャチが来てくれたらスーパー以上で、イルカが金だったら大当たりの、こうプレミアキャラはあのクジラになります。ダーンって上から降ってきます。クジラプレミアムね、ずっとあるんですけどね、なかなか出ないんですよね。あ、自分と海との出会いが、初めて海と出会ったのは小学5年生ですね。4年生かな。当時確か海物語の 3R だったか海物語の初代だったかは覚えてないんですけど、どっちかなんですよ。で、打ってピタッて止まって150枚出るわけですよ、メダルがね。だいたいあのゲームセンターのメダルって100円で10枚なんですよ。1500円分じゃあ僕200円ぐらいで当てたのかな。そのあの優越感がすごくて、まあ、いっぱい稼いで、僕あのスターホースっていう競馬のゲーム好きだったん でそれにメダルを費やしてたんですけど、いつしかスターホースをやるっていうよりかはパチンコしにあのゲーセンに行ってた。あ、音符だ。どっち、マリンちゃんなっちゃおう。あ、でも魚群だ。でもならない。魚群でもこれで3回目の魚群だから、これはクリアなんですけど、なれなれなれ、キュインキュイン、すおー、なった。これなんですよ、カスタムギリギリでなるんです。当たりました、タッチ、よかった、ありがとうございます。229回転持ち玉です。残り500個というわけで、ここでウミンゴの魚群3回出現はクリアです。サンズガラで当てろ、平均連チャン超えた魚群3回はないんです。あのサイレントゲージの見分け方は、まあ、貝殻のパクパクと、あと保留見ててもいいんですけど、あともう一個、あの図柄がずっと揺れてるので尻尾がずっと振り続けてるんですよね。図柄見ててなんか止まんないなと思ったら、それはサイレントゲージです。いいよ、びっくり。あ、助走つけなかった。今のパターンです。 50% 魚群、よし、いい感じで、今のパターン、今のパターン、今のが熱いイルカ、キュイン、はい、よし、残せました。動画によかった、よかった。で、なんなら OK、 昇格はします。 OK、 マックス。今のイルカの動きを覚えておいてください。あれが熱いイルカの動き方です。マックス、カウンターも来ちゃいましたね。泡スーパーの何もないやつじゃちょっと弱いんですよね。戻ってくれた。ノーマルでいいよ。燃え、あ、魚群来た。あ、身を削って燃えてくれてます。これもう大当たり、ほぼ濃厚パターン。カウントダウンゾーンクリア。せーの、ブラッククジラッキー。おー、2連続。あと1回、あともう1回くればいい。あの連打パターンの最強パターンですね。あの身を削って炎をまとってくれるの。グレートラッキー。あの3連続10ラウンドをかけた戦いなんですが、サブとか来ても2枚抜きですね。プレミアプラス10ラウンド3連続なんで OK。 チャンス目、チャンス目、熱いよ、熱いよ。はい、2回目、ここでサイレントゲージが起きれば、あー、起きなかった、これ危ないかも。またぎますね。あ、でもいいよ、奇数。いや、これ当たってほしい、これ魚、あ、若いよ。ひっくり返んないの、過ぎてね、いって、よっしゃー、骸骨船長っす。
完璧、頭出しになりました。待ってたよ船長。これで2枚抜きです。プレミアと3連続10ラウンド、あざっす。かっこよくなったな。オーケー。いやこれは嬉しいな。いやー、出玉も助かっております。完璧でしたね。さあ、5先発突破です。今日一番難しいと思ってた10ラウンド3連続が空いたので、これは今日全マス解放あるかもしれない。お、3ラインできた。あ、3ラインできましたね。3ラインクリアでした。やった。はい、さらなるプラスプラス。おー、ノーマルじゃん。どっち6か。いいよいいよいいよ、ラッキー。これ、熊の実だったらよかったんだけど。あー、でも当たってくれた、オッケー。はい、おっと、よし、ラスト、リーチで引いてて惜しかった。球的には十分ですけどね。今日は結構なプラスです。カテブリーセカンドシーズン、まあ、ビンゴ的にも OK、 収支的にも OK なんですが、もうちょっと時間があるので、あとトレジャーで初当たり取りたいなと思います。ここで初当たり取れたら、ウミンゴの中にある初当たり3回もクリアで、それにサイレントゲージが絡んでくれたりしたらさらに空いて、ここまで来たらあのフルコンプできたらなと思ってます。最近あの僕の動画を見始めましたっておっしゃっていただける方たくさんいて、その中でも海が好きですっていう方がとても多いみたいで、ありがたいです。トレジャーモードの説明も何回か過去にしてるんですけど、改めてもう一回すると、トレジャーモードはステップアップ式になってて、ステップ1が泡音、ステップ2が泡、ステップ3がクラゲ、ステップ4が魚群がクラゲになります。で、今だとステップ2の泡でスーパー発生しましたって形になりますね。で、これで、まあ、魚群まで行けばもちろん熱いんですけど、注目ポイント的にはあの泡音がしないでリーチになった場合がチャンスで、その場合は強チャンス目、リーチの後にプラスマイナス外れてすぐ止まるで泡が出る形で、その他はノーマルリーチでのビタ当たりまたはプラスマイナス外れ、オアスーパー発展するなんですけど、スーパー発展したらその時点で当たりになります。だから泡音なしの転廃はその時点で大チャンスです。現在のカスタム魚群 50%、 フォクティ 100%、 フォクティいつもの全長少なめ、ブルブルチェンジなしですね。で、ブルブルチェンジをなしにすることによってサイレントゲージに変わる形なんで、まあ、信頼度があのブルブルチェンジの場合はこの場合これ、この場合これってあるんですけど、サイレントゲージの場合一律ですね。だいたい 50%、60% ですね。で、これなんで変わるのかって話したんですけど、パチンコの規定であのカスタムとかモードによって、ステージによってリーチ全体の長さを変えちゃいけないっていうあの規則があるんですよ。なのでブルブルチェンジが出てる間って震えるじゃないですか。あの時間分がサイレントゲージで起きてるよってことになります。レイチュー、あ、クラゲ音符でドン、よし、バリちゃん鳴るんだ、引かれ7、じゃあ8、じゃあ8、じゃあ8、8、8、8、待って待って、ごめんね。180回転、いやー出て欲しかった今、確率近かったのに。300までには当てたいな。あ、これ強パウコサイレントゲージ、強パウコサイレントゲージ、これで当たれば2枚抜き。あー、でもこれノーマルでいいな。当たるかは不安だけど、サイレントゲージは出ました。気持ちかー、2枚抜きです。サイレントゲージプラス、あの初当たり3回目、
最高だよ。もう今のあのすぐ止まってリーチ後に泡が出るやつは強パターンの先読みになります。348回転頑張りました。どれが分かりやすかったですかね。貝殻見てるのが分かりやすいのか、魚見てゆらゆらしてるのか、尻尾見てるのが一番分かりやすいかな。これはマリンじゃないっすかな。でメゾホリオ見たいですね。 あとシャチ、あボタン出るかな。あ出た、ブラック。チャンスは 37% ですね。ダブルで合わないかな。シングル、シャチは、あシャチ来ない。十分だけどね。あーダメか。サイレントゲージが出たので魚群探査変えます。魚群出現しないは嫌なんで 100% ブルブルチェンジを出現させますと。このカスタムがトレジャーでは僕が好きですね。なのでこれラグーンでも面白いんですけど、ブルブルチェンジした後に魚群が出なくても熱いよカスタムですね。僕下段のブルブルチェンジだと泡出るのあんま好きじゃなくて、でもこのカスタムだと泡が出ても別に期待できないわけじゃないんですよ。だからこのカスタムが僕はおすすめ、かつブルブルチェンジの下段滑りが嫌いな人ほどおすすめです。カウントでも入っちゃったけど、はい、OK。 泣けいるか、魚群、あーわなっちゃい、いやーならない。さああともう一回転、あー落とない、タオパスか。え、ビッグバイブ。ST って結構1回転だけど、クラゲ、オッケーオッケー。これで魚群が出れば大当たり、出なくてもまだチャンスはある。そう、魚群100にしてるからあと慣ればいいです。頑張れ、どっちでもいい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 よ。そっち、よし、通常戻って1回転、開けー、ごま、オッケー、助かった。52回転目奇跡起きた。まあ2連でしょうね、これは。やったー、やっぱビッグバイブいいな。さあトレジャーで頑張る。持ち玉をなんとか万発持ってきた。あと6700個出れば万発です。宝物見つけに行こう。終わったで、階級6セカンドシーズン初のプラスということで、もうちょっと追いたい気もあるんですけど、これ以上取らずにマイナス席に行く可能性があるので、それはあのサイコロ振れなくなるのも嫌なんで、ここで終わろうと思います。で点滅放流出せなかったのもちょっと悔しいんですけど、あのミッション9マス中8マスウミンゴ開きましたんで、これも満足です。でやっと自分の力でスゴロク進められるので、ちょっと戻ってどこに次行くのか楽しみにしたいと思います。まあ、お時間ない方とか、あとのんびり1日マイルドに遊びたい方はぜひブラックおすすめです。打ってみてください。少しでも参考になればなと思います。ありがとうございました。ウイング水島店さん、クソお世話になりました。カテフリーセカンドシーズン、ただいま帰ってまいりました。大仏に報告しようと思います。では待ってくれてるそうなんで行きましょう。失礼します。ただいま、おすげえ寿司ある。ただいま。そう、え、なにこれ。いや、なんだかさ、最終録がシーズン2、はい、初勝利しっかり決めたってことで、私、大仏復活しちゃいました。マジで。この量はちょっと多いんで、あのチームのメンバーで、みんな食べよう、みんな食べよう、みんなで食べようと思うんですけど、とりあえずよくお疲れ様。めっちゃ嬉しいんだけど。だからもう思う存分食べてください。お腹すいた。まあ、もろもろやる前に一旦じゃ食べちゃいましょう。食べちゃおう、うん、いただきます。おこす、せーので、3、はい、ごちそうさまでした。
じゃあ早速収支の方を、まあ、改めて、はい、しっかり報告お願いします。投資がですね2500円で回収が3000発ちょっとなので、初プラス、いや、おめでとう。で、まあ見事勝利ということなんで、はい、はい、あとあれだね、ウミンゴ、そう、ウミンゴなんと3ライン達成、はい、あの点滅の放流だけじゃなかったんですよ、ワンチャンだから全部いけたまであるよね、そうちゃんとね。で考えて点滅放流だと僕あの先読みを少なめにしてたから、うん、泡前兆なんですけど、泡前兆少なめでもあれ先読みっていうくくりになっちゃってたら自ら出にくくしてたのかなっていう反省もちょっと、まあまあまあ、でも見事3ラインということで、はいはい、今回も用意してます。はい、ガチャ出たこちらに用意してますよ。何かとガチャに救われるもの、はい、まあ、1話見てもらった方はご存知かと思うんですけど、北海道に向けてのお助けアイテム、何が出るかっていうことです。たまに助けてくれないんでしょう。そうです、一応カロプンデです、これ。じゃあお願いします。いきましょう、はい、せーの、お、早い、緑保留、おっと、緑保留来たよ。あー、でもなんか緑って怖いよね。さあさあさあ、いや、開けんの怖かったからね。まあね、いきましょう、はい、内容はこちら、でん、チケット大仏、大仏おめでとうございます、大当たり、本当に SS レア、 SS レア、 SS レア、前回やったじゃないですか、僕たち。やったね、ブラック打ったね、やったじゃないですか。また再臨しましたね、私。なるほどね、ジャンブツのダブルチスタジャンブツはい、あ、じゃあ2人でミッション達成できるってこと。はい、今回は私もお手伝いしますよ。なるほど、はい、じゃあまた伝説の乗り打ち復活そうですねやった、まあそんな感じでね。わかりました、じゃあよろしくお願いします。はい、で、はい、こっから今回勝ったんで、あ、そうだ、サイコロ振るじゃん、サイコロ振ってもらいましょうか。今回はこのアプリでね、出た目進めるということで、5が出たんだっけ、5が出たらもうビタ止まりで企画終了。まず行ったことがないとこがいいな。一応じゃあこうやって移して行きまーす。でーん、いくつ、よー、惜しい、惜しいってことは東北、東北、東北だ、東北地方、次回、次回東北、前乗りあり、前乗りあり、はい、え、どこだろうね、まだ行ったことないとこ、どうだろう、東北、でも前もそういえばさ、福島だったよね。あ、そうだ、一緒にやった、あ、そうだそうだ、なんか、大仏ゆかりあって青国に、あれは平等院鳳凰堂でも行く、平等院鳳凰堂東北のどこかに行きます。はい、じゃあ、今回もね2話、お疲れ様でした。ありがとうございました、3話です、3話でした3話だから、お疲れ様でした、ありがとうございました。ガンツ極み打っていきたいと思います、極めていきましょう、元気よく、よっしゃー、車がもうダメだ、なんでこんな夜中に突っ張るぞ、今日ね当たるまでマジで突っ張る、行っちゃうの、最強ゼロやん、コードギアスでここまで連チャンできるのは多分最初で最後だと思う。最後まで見てくれてありがとうございます。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。片エブリー。